こんにちは。のんびり経済学者のケンジです。いつもご視聴ありがとうございます。皆様どうでしょうかね、大暴落から、だいぶ株価が戻ってきましたね。大丈夫ですか？一番そこで打ってしまった方、メンタル崩壊してないですかね？大丈夫ですかね。はい、まあちゃんと持っておけばですね、戻るわけです。そこでですね、こういう暴落相場の時にはですね、戻り方が遅い銘柄とかありますので、そういうのをですね確実に買っていくと、そういうことがですね大切になってきますね。そこで、見つけたのがこの三国です。7247三国です。この会社はですね、バイク乗りはみんな知ってると思いますけれども、電子制御燃料噴射装置ですね、それを作ってる会社ですね、インジェクションですね。はい、まあ、とりあえず PER、PBR いきますね。はい、PER が 6.92、PBR は 0.27 です。はい、割安です。PBR がかなり低いですね。非常にいいと思います。そして配当利回りがですね、4.25% あります。これもかなりいい配当ですね。こういう暴落相場の時はですね、ドーンと下がればですね、配当の数値も上がってきますので、そういう時にですね確実に、買っとけばですね、儲けが出るわけですね。この三国さんはですね、電子制御燃料噴射装置、これはですね、まだまだ電気自動車になりそうにないですので、これからもですね、このガソリンのですね噴射装置は必要だと思います。そういう意味ではですね、この三国さんまだしばらくはですね仕事はあると思います。まだまだ安心な会社ですね。はい、あと一つ言っておかないといけないのは、自己資本比率がですね 35% と少し低めではあるっていうのはちょっと言っておきます。もうちょっと高ければですね高い方がいいんですけれども、まあ35少し低めではありますけれども、まあまだまだ必要な会社ですし、有名な会社ですので、これからもしばらくは大丈夫だと思います。はい、そういうことでですね、この三国さん気になった方は買ってみてくださいね。はい、それでは今日ものんびりと参りましょう。